アルベルティ・ゾー・レオン・バティスタ・アルベルティは、初期ルネサンスの人文主義者、建築理論家、建築家である。専攻分野は、法学、古典学、数学、演劇作品、試作であり、また絵画、彫刻については、実作だけでなく理論の構築にも寄与する。音楽と運動競技にも引いて、両足を揃えた状態で人を飛び越したと伝えられる。彼は多方面に才能を発揮し、 ルネサンス期に理想とされた万能の人の最初の典型と言われた天才。確実に彼に帰属するとされる会が彫刻は現在のところ伝わっておらず、建築作品についても少数ではあるが、深い芸術理論は様々な分野で構成に影響を与えた。アルベルティケはフィレンツェにおいて銀行を営む有力商人貴族であったが、グエルファ等に属していたため、 ギベリン島との構想によって1387年に国外追放された。レオンはロレンツ・アルベルティの諸子として亡命先のジェノバに生まれ、1414 14年にはベネツィアに移住した。早くから英才教育を受け、パドバで古典学と数学を学んだ後、1421年にボローニャ大学に進んだ。彼はそこで教会法で学位を取得し、1428年に 卒業を、以後は1432年に、教皇庁の初期官となるまでヨーロッパを歴訪した。1428年には、アルベルティケへの追放命令が解除されたためフィレンツェを訪れ、1434年には、エウゲニウス4世と共に再訪するが、そこで、フィリッポブルネレスキ、ドナテッド、マザッチョと信仰を結んだ。1436年には、彼らに、 絵画論を検定している。1432年頃、ローマに移住し、親友であった、フラービオビオンドの仲介により、教皇庁の記念物監督官となった。エウゲニウス4世は、すでに建築事業顧問であったベルナルドロス・セリーノに、アルベルティの助言を仰ぐことを指示し、1453年から、断続的に、アクア・ベルジネの水路修復とトレビの泉の造営を、行った。しかし、 トレビの泉は1732年から全面的に回収されたため、彼らの作品を見ることはできない。教皇庁において、アルベルティはキケロなどの古代ローマ時代の人文学に傾倒した。特に彼の目を引いたのは、ウィトル・ウィウスの建築についてであったと考えられる。アルベルティは、そこに書かれている人体ピレーと建築ピレーの理論に着目し、これを基礎として、 1451年までに著書、建築論を完成させた。彼は、この論考に死ぬまで手を入れており、1485年になって、フィレンツェで刊行された。デリー・イー・デ・ファッカトリア・アルーベルティは、フィレンツェの有力な商人であった、ジョバンニ・デ・ィ・パオロル・チェッライと親しく、1446年に寄稿されたパラッツォル・チェライの設計を行っている。これは、全面的にオーダーを用いた。 最初の例で、ファサードは明らかに、ローマのコロッシセウムを参考にしている。その後、彼は、ルーカデラロピアと共に、リミニのシジズモンド・マラテスタ公に召喚され、1446年10月31日に、サンフランチェスコ聖堂を改装して、天ピをマラテスティアーノとする工事が寄稿する。フィレンツェに戻った、彼は、パオロルチェ一帯からサンタマリア・ノベッダ教会正面の、 設計を委託された。アルベルティは、正方形の組み合わせと、単純な比例関係を構築し、壮大理石のファサードを設計したが、これが完成したのは、彼の死後、1477年である。フィレンツェでは、1460年、ミケロッツオ・ディバルトロメオの設計による、サンティッシマ・アンヌンツヤータ制度の建築を引き継ぎ、後人部分の設計にも携わっている。 1459年、ピュース2世に従って、マントバを訪れたアルベルティは、1470年に、再びここを訪れ、2つの教会、3、セバスティアーノ聖堂とサンタンドレア聖堂の設計を、受け負った。前者の設計は1460年に構想されており、1470年に修正、寄稿された。後者は1470年に構想された。 彼の最も影響力の大きい建築である、ラテン十字の平面を持つ、この教会堂には古代ローマ神殿と外線門のデザインを適用しており、内部はブルネレスキのデザインしたトスカーナのロマネスク的ワシリカ型とは異なる、堂々としたトンネル型ボールトを用いた。1471年にもマントバに滞在するが、ローマに戻った1472年に死去した。彼は、 親切で礼儀正しく、紳士的であったため、生涯を通じて尊敬された。彼は芸術のみならず、科学的分野においても足跡を残している。暗号アルファベットを交互に使用する、タアルファベット開示式暗号を発明したことはよく知られているが、その思考は、数学論だけではなく、力学、家庭経済にも及ぶ。アルベルティの絵画論は、西意絵画を確立したものであると言っても、 過言ではない。彼は遠近法の手法を構築し、絵画は遠近法と構成と物語の三つの要素が調和したものであると考え、これによって絵画の空間を秩序づけた。彼は芸術作品について常に調和を問じそれを文法化することに不信した。そのため彼の芸術論は非常に優れたテキストであった。ルネサンス最初の建築理論となる建築論は ウィトルウィウスの建築についてとローマ建築の意向を調査して書き上げられたものであるが、ウィトルウィウスのラテン語能力の低さと用いられているギリシャ建築の用語が全く知られていなかったため、建築についての理解は多難を極めた。しかし、彼は建築ピレイと5種類のオーダーを再発見し、その要素を建築論にまとめた。アルベルティの紹介した人体ピレーは、 レオナルド・ダ・ヴィンチの有名なスケッチ、ウィトルウィウスによる人体比例図に図式されている。建築論を書いた後に設計を始めたという点が独特であるが、その建築作品は協調的ではなく、自らの建築論に従わない部分もしばしば見受けられる。また、ローマ建築を解雇的に処理することもなく、むしろ自由に実験的に操作した。アルベルティは、 風力の定量的な測定器を作った初めての人とされている。彼は1450年頃に板の傾きで風圧を測る風力計を考案した。レオナルド・ダ・ヴィンチが考案したとされる風力計より約20年早く、しかもレオナルドはアルベルティの風力計にも言及しているので、アルベルティの風力計が記録が残っている中で世界で最も古いとされている。また、 彼は最も古い湿度計も作ったとされている。それは1452年に建築論の中に記されたもので、海面が湿ると重さが変わることを利用したものである。サンタマリア・ノベラ協会のファサードマントバのサンタンドレア協会電気研究編集ありがとうございます。